まず最初は、半導体領域の募集説明を行います。次のページをお願いいたします。これはもう皆様よくご存知の通り、半導体は2つの領域において、消費電力が爆発的に増えるというのは非常に大きな問題になりつつあります。まず第1点は、いわゆるコンピューティングでありまして、高度通信、IoT、自動運転、ロボティクス、DX など、ここでの消費電力が指数関数的に増加しているというのが現状であり、かつ将来の予測でありますので、これをいかに省電力にするかというのが喫緊の課題であります。2点目は、いわゆるパワーエレクトロニクスの領域、つまり電力に関するところで、その電力の大規模かつ複雑な電力網の省エネルギー化と高信頼化ということが一方で重要になっております。次のページをお願いいたします。従いまして、本領域では、情報通信インフラ向けの半導体の抜本的な消費電力の削減、および大規模で複雑な電力網の電力消費量を低減するための技術、具体的には、ここに書いてありますような高効率、高信頼な電力変換制御回路、インバータ、コンバータ、安定化技術などを開発するということを目的にいたします。次のページお願いします。こちらに書いたのは、領域の概要を図示したものですが、募集要項に同じ図がございますので、そちらもご覧ください。説明は省略いたします。次のページお願いいたします。それでは、提案を期待する技術要素のカテゴリーとボトルネック課題を一覧にしたものをご覧いただいております。この後のスライド以降で、このカテゴリーごとに順番に説明してまいります。このカテゴリーの A から D までの4つのカテゴリーを説明いたします。最後の E に書いてあります通り、いずれのカテゴリーにも合致しない新発想も歓迎いたします。ボトルネック課題の方は、より分かりやすくするために今年表現を多少工夫いたしましたが、内容は昨年度と基本的にほぼ同じでございます。では、次のページをお願いいたします。最初のカテゴリー A は、ごく低消費電力動作を可能とする次世代ロジックおよびメモリー技術であります。で、この背景には AI パラメーターの爆発的な増加に伴いまして、CPU、GPU などの処理能力の向上、メモリー容量の増大が求められています。で、このプロセッサーとメモリー、あるいはストレージの間で膨大なデータが行き来するわけですが、そこがいわゆるフォンノイマンボトルネックになっています。特にメインメモリー、DRAM は揮発性メモリーであるために、ストレージとのデータ転送が頻繁に起こるということで、ここにエネルギー消費の大きな要因の一つとなっているということであります。従いまして、ボトルネック課題といたしましては、一つはサブナノメーター CMOS を実現する革新的なチャネル材料とそのデバイス化技術、2つ目が3次元構造デバイスおよび超高密度集積化技術、3つ目が次世代の不揮発性メモリーの開発、4つ目がロジックとメモリーの集積化を実現するデバイス技術、こういったボトルネック課題を考えております。次のページお願いします。カテゴリーの B は、1通信ビットあたりの消費電力を抜本的に低減する革新的伝送ハードウェア技術でありまして、これ、通信需要が増大し続ける中、1通信ビットあたりの消費電力を桁違いに低減するというのが目的になります。また、これはデータセンター内の高速ルーター機器の省電力化に加えまして、従来の電気インターコネクトをよりエネルギー効率の高い光インターコネクトに置き換え、ネットワーク内で繰り返される OEEO 変換をできる限り減らし、光スイッチネットワークに変革していくというのが目的であります。ボトルネック課題の例といたしましては、チップ間およびチップレット間をつなぐごく低消費電力、高密度、高帯域なインターコネクト技術であるとか、ボードラック間の大容量かつ省電力なデータ伝送を実現する次世代光トランシーバー技術であるとか、
多い変換の削減による大幅な消費電力化を可能とする革新的光スイッチデバイス技術であるとか、あるいは高速ルーター機器の省電力化を実現する革新的メモリー、FPGA 技術などが挙げられます。次をお願いします。カテゴリー C といたしましては、チップやボードの高効率な放熱、抜熱を実現する新規の材料、デバイス、熱マネジメント技術であります。背景といたしましては、集成回路と同じチップからの放熱が、チップの情報処理速度の向上や低消費電力削減への大きなボトルネックになっているということがあります。また三次元化によって電力密度が増大し、素子の接合温度が上昇すると信頼性不良を引き起こすという懸念がございます。そこでシステム、デバイス、構造、材料、物理などさまざまな階層で革新的な放熱技術の開発が必要になるわけでありますが、ここに学術的体系がまだないというのが現状であります。そこでボトルネック課題の例といたしましては、ナノスケールの熱伝導や界面での熱伝導モデルの構築と検証、シミュレーションへの取り組み、あるいはフォノンエンジニアリングなどによる高度な放熱技術の提案と実証、パッケージ工程に適用可能な新規の高熱伝導材料の開発及びその製造技術、あるいはバックエンドオブライン工程に適用可能な放熱特性に優れた節電材料の低サーマルバジェット製造技術、そしてマテリアルズ・インフォーマティックス手法などを取り入れた新たな高放熱性新材料の追求と、こういったことが挙げられます。次のページお願いします。最後に D のカテゴリー、大規模かつ複雑な電力網の高効率、高信頼化を実現する電力変換阻止、回路、制御技術についてでありますが、これにつきましては、大規模かつ複雑なサプライチェーン全体の中で、いかにして電力消費量を低減するかということが目的になります。で、非常に複雑な電力システム内に多数存在するさまざまな機器、インターフェース装置、回路などの高効率化および高度な制御、運用方法が求められます。また、系統連携装置の高度な制御、運用技術、加えまして EMC などの抑制といった信頼性の問題がボトルネックとなっています。そこでボトルネック課題の例といたしましては、系統電力網から分散電力まで幅広く存在する電圧変換、交流直流変換回路の電力容量に対応した抜本的な高効率化技術であったりとか、あるいは系統電力網の不安定性やノイズに対処可能なインバータ、コンバータ回路技術であったりとか、あるいは高精度の電力制御を実現する高機能ゲートドライバー技術であったりとか、あるいは電力系統から家庭やビル内の機器の高信頼、低消費電力な連携動作を可能とするインテリジェントスマートインバータ技術といったことがボトルネック課題の例でございます。次のページをお願いいたします。私からのメッセージといたしましては、できるだけ多くの研究者の皆様、特にまだアプローチできてない若手の研究者の皆様からの応募を期待しております。そしてこのボトルネック課題、先ほど申し上げました、あるいはその初年度に採択された部分もありますけども、このアプローチは一本道ではありませんので、さまざまな角度からの考え方挑戦といったことを歓迎いたします。そして初年度に採択されたボトルネック課題であっても、より多くの研究者に門戸を開きたいと思いますので、そこは躊躇することなく、今年度新たにご提案いただければと思います。次のページお願いします。ここからは後半のグリーンコンピューティング DX 領域の募集説明になります。次のページお願いします。領域の概要でありますが、背景といたしましては、通信量、電力消費量が指数関数的に伸びているというのは、先ほど半導体でも申し上げましたが、全く同じでありまして、したがって省電力化、あるいは革新的なコンピューティングアーキテクチャの導入が急務であるということ、一方でですね、人間社会の無駄を省き、効率化するはずの AI が、今度は逆に爆発的なエネルギー消費をしているという、これが社会問題になっているということ、そして電力伝送の面からも、電力インフラ、ハードウェアの省エネルギー化に加えまして、
エネルギーの生産、輸送、分配、収集から供給、利用に至る非常に複雑なサプライチェーン全体でこれを効率化する、あるいは損失を減らすということが求められているというのが背景にございます。次のページをお願いいたします。これはその概要でありまして、同じことが書いてありますので、ここは省きたいと思います。次のページお願いします。こちらの領域の概要図も募集要項に同じ図がございますので、そちらをご覧ください。説明を飛ばしたいと思います。では次に、提案を期待する技術要素のカテゴリーとボトルネック課題を、一覧に示してございますので、この A から D までの4つのカテゴリーを説明してまいります。先ほどと同様、E に書いてある通り、いずれのカテゴリーにも合致しない新しい発想も歓迎しております。で、昨年度は通信とエネルギーが混ざった表現になっていたため、多少分かりにくかったということで、この C のところは通信に、ごめんなさい、C はエッジで、エッジっていうのは、通信ですね、あるいは情報の観点で、あるいは D のところは省電力化のためにというところがエネルギー電力の観点でということに整理をいたしました。まあ、基本的に募集しているのは同じでございます。次のページをお願いいたします。まず A ですが、これはドメインスペシフィックな応用を目指した非フォーイマン、ノンフォーイマン型の、革新的デジタルコンピューティングアーキテクチャということで、まあ、領域を限定してドメインスペシフィックで新規に、フォン・ノイマンでない、次世代のコンピューティング技術というもののご提案をしていただければと思います。ボトルネック課題、そこに書いてありますように自動運転、ロボティクスなどの領域を限定した新しいアーキテクチャ、あるいは構造型情報処理などのメモリーを介さない演算機のスイッチングで計算を行う新規なコンピューティング、あるいはノーマリオフ完結型のコンピューティング等必要な時のみ電力を用いるという新規なエッジコンピューティングのアーキテクチャ、さらには確率的なコンピューティングなどの不確実性を利用した超低消費電力のコンピューティング、そして最後にメモリーのそばで、あるいはメモリーの中で情報処理を行うという意味のインメモリーコンピューティング、あるいはニアメモリーコンピューティングの新しいアーキテクチャと、こういったものがボトルネック課題の例になると思います。次のページお願いします。カテゴリー B は AI 処理の省電力化を実現する革新的コンピューティングシステムでありまして、これは学習、軽量な学習でも用途に応じて必要な性能を実現できるという新しいコンピューティングアーキテクチャを提案していただき、これをエッジで独立して学習を行うような新しい省電力なモデルアーキテクチャ実装技術ということで、まあ、ボトルネック課題の例といたしましては、生成系 AI の抜本的な低電力化を実現する AI モデルであったり、それに最適なコンピューターアーキテクチャ、あるいは脳型 AI アーキテクチャなど、革新的な AI アーキテクチャに基づく低電力な回路と、それを応用したチップ、あるいはクラウドで大規模な学習を行う必要がないエッジ向けのチップの開発、あるいは生体情報処理の知見に基づく新しい、まあ、いわゆる、情報処理の新しいモデル、アルゴリズム、コンピューティングアーキテクチャ、そして最後にロボットなどの領域を限定した省電力の AI アクセラレーターの開発といったものが挙げられます。次のページお願いします。C がエッジで招集された膨大な情報をエッジとクラウドの間でいかに適切に制御すれば良いかということで、まあ、いわゆるサイバーフィジカルシステムにおいて膨大な通信エネルギーをかけないで、リアルタイム性を損なわないで、エッジとクラウドとの分担というものを新たに提案するという内容でありまして、ボトルネック課題といたしましては、マルチアクセスエッジコンピューティングを利用した超低消費電力エッジクラウド情報転送処理アーキテクチャでありましたり、あるいはスマートロボット、自動運転等の領域を限定したドメインスペシフィックなエッジクラウド協調情報処理アーキテクチャであったり、あるいはエッジ AI とクラウド AI の協調に基づく超低消費電力 AI 制御技術、そして連合学習などの AI モデルを分散学習する処理を効率的に行うチップアーキテクチャ及びシステムといったものが挙げられます。次のページお願いします。最後の D でありますが、省電力化のためのデータ収集、共有、流通アーキテクチャ、それを用いたエネルギーマネジメント技術ということで、まあ、エネルギーの生産、輸送、分配、収集から供給、利用に至る複雑なサプライチェーン全体の中での高効率、低損失化を目指すというもの、もう一つは社会学も導入した新しい分野融合により、
エネルギー供給と需要の関係を最適化するということで、まあ、ここに書きましたボトルネック課題、例えば電力データから需要化の行動、意図を推定予測、誘導して電力消費を極小化する統合アルゴリズムであったり、あるいは電力利用や人、物の動きの合成的データの作成技術および流通方法の開発であったり、あるいは階層的 IO デバイスからセキュアにデータを収集管理共有する方式、電力ネットワーク全体で効率的にデータが流通することを可能にする革新的アルゴリズムであったり、あるいは時間空間的なマルチスケールのエネルギー需要予想技術だったといったものが例として挙げられると思います。次のページお願いします。まあ、こうしたことですが、先ほどの繰り返しになりますけども、ぜひ若い研究者の皆様、まだこのアルカネクストにアプローチ、チャレンジしていただいてない皆様からの応募を期待しています。また、さまざまなアプローチが考えられますので、初年度に提案されて、採択されているものと同じカテゴリーであっても違うアプローチで、さまざまな提案をしていただけることを期待しております。